サンマルコ広場の行列は、イタリアのルネサンス期ベネツィア派の画家、ジェンティー・レベッリーニが1496年に制作したカンバス状のテンペラ画である。現在、ベネツィアのアカデミア美術館に所蔵されている。本作は、ベネツィアの名を冠した、新人会の本拠地であるサンジョバンニ・エヴァンジェリスタの大ホールのために依頼された。依頼作品には、 ベッディーニ、ペルジーノ、ビットオレ・カルパッチョ、ジョバンニ・マンスエティ、ラッザーロ・ロバスティアーニ、ベネデット・ルスコーニなど、当時の著名な芸術家による合計9点の大きなカンバス画が含まれていた。部分絵画の主題は、聖十字架時の断片にまつわる奇跡であった。聖十字架の断片は、1369年に、キプロス王国とエルサレムの首相であるフィリップ・デ・メジエールによって、 同心会に寄贈され、すぐにベネツヤ市で崇拝の対象となった。9点の作品はすべて1496年から1501年に制作された。画面には絵画の制作に先立つ約50年前、1444年4月25日に行われた出来事が表されている。同心会の会員がサンマルコ広場で十字架の断片を担いでいた時に、 ブレシア出身の商人は死にゆく息子が回復することを祈って異物の前にひざまずいた。商人は家に戻った時、息子が再び完全に回復していることを知った。前景でジェンティーレは行列の先頭で行進している白衣の同心会員を描いた。大きな金色の生意物箱が会員たちの間に吊るされ、4人の会員が持っている天外のもとに運ばれてゆく。 絵画の主題は、表向きは奇跡そのものであるが、ブレシアの商人は群衆の中に隠れて、ほとんど見えない。商人は赤い服を着て、最後の二つの天外の担い手のすぐ右側に、ひざまずいている。絵画の主題はむしろ、より正確に言えば行列であり、サンマルコ広場の空間と、ビサンチン建築の沿外並びに、きらびやかなモザイクのあるサンマルコ寺院自体に特に、 焦点が当てられている。ありがとうございます。